初等教育教員養成コースでは、子どもの可能性を引き出す創造性豊かな小学校教員の育成を目指しています。肩をこういう風に下で絶対持っとけ、頭から落ちることはない。はい、ぎゅーっと縮こまって、縮こまって、縮こまって、それでせーので。一班に2回しか弾けないので、本当に困った時によく話し合って前に弾きに来てください。はい、わかりました。どうしても困った時は来ない。わかった？あ、水あ、そこの前が反対だ。この前のない。こっち側に。1年次と2年次で小学校教員としての基礎的な能力を育成した上で、3年次からは得意分野を持つ個性的な教員を養成するために、学習開発実践専修と初等カリキュラム専修の2つの専修に分かれます。学習開発実践専修では、特別活動や生徒指導の力量を高めることを目指し、初等カリキュラム専修では教科の指導力を高めることを目指します。